はいどうもお疲れ様です11月22日水曜日朝6時10分の相場解説になります、えー、2時間ほど前ですけども FOMC が発表されましたしかし市場にはね特に影響してないなというふうに感じてます、まあ、これほどまでに23時間経って何もなければまあ何もなかったんでしょうで今回ね FOMC があったから市場転換したわけではなくて FOMC があったんだけども、市場転換をしたっていうことになりますね。で、今、冷やしを見ていただいてるんですけども、これ、下に行く勢いはここで止まったかなっていうふうに判断できますね。通常ね、サンバガラスがあるわけじゃないですか。しかも、どん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 サンバガラスの陰線が伸びてるわけですから、もっと強く下の方に行くのかなと思ったんですが、一応一瞬下までつけてですね、ここまでの幅、つまりは、この陰線、この陰線、そして、 ここのののの陰ににははなななっっっててていいでですすすけども落落差ですね下の落差ねうのは大体イコールの関係になってますこことこことここがでその後瞬間的に利確が入ったんでしょう急速に反転していって現在148円の391に落ち着いたってことですでこれまだこの要請まだ確定しませんけどもおそらくこのまんまあと数時間したら確定するでしょうで下への勢いはとりあえず止まったかなっていうふうに判断することができるのがこの冷やしです その他ね材料が入ってるかどうかはちょっと見なくてはいけないところがありますけどもねおそらく特に材料はないでしょうじゃあ次4時間見ていきます4時間も下に行く勢いはここで否定されてますね度重なる陰線の下髭ですね通常陰線ですからどん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 下に向かっていく勢いが強ければ強いほどもっと下に行くというふうに考えられがちですけども今回の髭ってのは今までにないような ヒゲの束の出方です。こことも違うし、こことも違いますし、こことも違うでしょここだけ特徴的です。しかもその後に上の方にぐーっと伸びてるわけですよ。移動平均線にぶつかって反転して下に行くっていうのはちょっと懸念材料として残りますけどもね。えあとはそれに類してここでレンジを作る可能性もあるというところ。これはちょっと残しておかないといけないですね。その他、下に行く勢いは消えてるっていうのが大概の見方になります。 で、1時間に入っていきます。1時間は移動平均線を渡りきって、このレンジの後、おそらく、含み液の利確が続いたんでしょうね。下落圧力がここまでになった可能性があります。そして FOMC を終わって、数時間経つんですけども、この溶線の勢いが結局消えてなかったってことを考えると、このまんま1時間では、 上昇トレンドっていいう風にななるのかなと思います、まあ、もちろんこの上昇トレンドがね4時間とか1日に影響を及ぼすかどうかっていうのはまだ分かりませんただ当面は倍で入っても大いに勝機があるんじゃないかなと思いますこれが今6時台の判断ですここから倍に入っても大いに勝つ可能性があるってことですよねえー、価格にして148の391を今つけてますけども、えー、これがですね148の まあ、60とか70とかっていう風に今日は上がっていく可能性はあるかなってところですよね。ここら辺まで上がるってことですよね。うん。まあ、これ一つちょっとここで申し添えておきましょう。それでは材料の方を見ていきます。えー、火曜日が終わって、ちょっと数時間前にあったのがこれです。あんまり影響なかったですよね。で、今日は午前中何もないですね。で、夕方も何もないと。 で、深夜アメリカで材料が入りますんで、まあ気にせず今日はテクニカルの通りにやっていけばいいってことになります。まあ私の場合、まあ私の場合言うのはやめておきましょう。またね、あの影響受けちゃいけませんからね。まあ私が言えばその通りにやったら大体勝ってるとは思いますけども、そうするとね、あの、事故の判断しなくなっちゃうんで、ついつい私言ってしまうんですけども、これからますます控えるようにしておきます。個人的なエントリーっていうのは。はい、もう一つ材料見ていきます。ニュースです。 6時のニュースですけどもニューヨーク為替148円60銭円上昇したということでと下を打ったってことですよねドル円で下落を打って円高の方向にいく流れがそこを打って円安の方向に再度戻り始めたってことが書いてますで5時50分ドル円オプション市場はあまちまちドル円市場の下落を受けてオプション買いが加速ということでまああんまり直接は関係ないですねここはね うんそのほかそうですね4時50分 FOMC 議事録は利下げ支援せずということだったんで利下げに入らない以上、まあ、利上げの方向は変わらないかなと利上げを思いっきりするわけじゃないですけども利下げを支援しないわけですからこのまま、えー、円安の方向に向かうっていうのは理、まあ、にかなってますよねはいこのように読み取ることができますじゃあ今日はね、えー、概ね倍で取っていくっていう形になるんじゃないですか はい。このように移動平均線をまたぎましたんで、高い確率で、買いでの正規が見えてきたってことになります。えー、現在価格148.391。これがどう伸びるかってことになっています。それではまた、午後にでも、相場解説追加しますんで、よろしくお願いします。